千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF レンタルクリニックのドクターの林です。今回は知覚過敏の原因に対する予防とはについてお答えいたします。まず知覚過敏の原因になってくるんですけども、やはり一番の原因としては歯ぎしり、食いしばりだと思われます。これは皆さんがもともと持っているものです。歯ぎしり、食いしばりをするとだんだん歯がすり減ってきたり、歯の表面に見えない小さいひびが入ってくることがあります。歯がだんだんすり減ってくると、そこは表面のエナメル質がなくなり、象牙質と呼ばれているところが出てきます。象牙質と呼ばれているところは、冷たい水であったりそういったものが入ってくるとしみる症状が出てきます。これが知覚過敏です。予防としては歯ぎしりや食いしばり、こういったものからやはり解放することが必要となります。まあ皆さんもともと持っているものなので、例えば日中皆さんがすごく歯ぎしり、食いしばり、まあ気づく方もいるとは思うんですけども、その時気づいた時に関してはちょっとこうお口、食いしばっているところを少し離してあげる、そういったことによっても予防をすることができます。そして夜寝ている時、これは無意識になってくるので、夜寝ている時を対策のマウスピース、これを使うことによっても予防をすることができます。予防の方法に関しては結構多くの種類はあるとは思いますので、わからないことがあればどんどん質問してください。